神護寺で紅葉ライトアップ、京都紅葉の旅その3。こんにちは、旅の空です。新幹線の中で飲みすぎて、昼過ぎにホテルを出て夕方神護寺に到着。せっかくなのでライトアップも見ていくことにする。通常拝観は5時で一旦閉まって、ライトアップは6時から。1時間ビールを飲みながら時間を潰す。市内に戻ってきて、たこ焼きビール。お部屋に戻って酒盛り。明日は自転車で嵐山へ行きます。神護寺で紅葉ライトアップ、京都紅葉の旅その3。旅の空でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメントお願いします。また見てね。